ゲームウィズから最強モンスターランキング、こちらが出ておりましたので、今日はこの最強ランキングを取り上げていきましょう。で、一点補足なんですが、このゲームに関してはなんと X ランクが存在すると。で、これらのモンスターは本当にぶっ壊れすぎるので、今回は除外されております。なので S ランク以下で最強モンスター、それぞれアタッカー、デバフ、バフ、さらにタンクヒーラーと、各セグメントに分かれておりますが、これらの最強モンスター、おすすめモンスターが掲載されております。まあこちらに関しては皆さん思うところがあるかと思いますので、いやこのモンスター強いぜとか、いやこのモンスター弱えぜとか、そういった意見などがございましたら、ぜひコメント欄で一言だけでも良いのでコメントいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。で、まずですね、この最強モンスターランキングなんですが、まずは前置きとしまして、最強モンスターの定義ってどういったものなのかっていったところよ。まあこれね、非常に難しいんですが、結局良くも悪くもこのモンスターっていうのは、まあ固有能力、さらにスキル、で、スキルから派生する特技、そういったものがね、非常に重要になってきます。で、例えば、〇〇ブレイク大とか、〇〇キラーとか、丸回行動など、様々な特性が今回あるわけですが、いずれにおいても最強ですね。で、それらを持っているモンスターが、今回は、最強モンスターであると、そのような定義づけで今回は、このランキング、選出されてるみたい。で、その中でアタッカーとかであれば、例えば竜王であったり、キラーマシン2であったり、キラーマジンガー。で、キラーマジンガーと、リーゼットに関しては、簡単に配合できるルートが実はございまして、そちら別途ですね、他の動画でも語っておりますので、ぜひそちらの方もですね、ご参照していただきたいわけですが、そのようなモンスターが今回アタッカーとしては優秀であるといったことが言われてます。特にキラーマシン2とかリーズレットに関しては、本当にね、序盤の中でもかなり序盤の方で作ることができる強力なモンスターとなっていることから、メインストーリーにおいては本当にね、ラスボスまでね、いけてしまうぐらいね、強力なモンスターとなっているんで、これらはね、余裕があるんであれば、ぜひね、配合ルートをご参照していただいて、作っていただければと思います。で、その中で他にはバラモスもね、かなり強力ですよね。で、あとはまあ、バズズ。で、ロイヤルブルーム。こちらもかなり強力なアタッカーとなっていると。で、それに加えて、今回バフとデバフもね、相当重要なので、こちらもね、意識する必要性があるんですが、例えばビビボーだったり、黒竜丸とか、竜王とか、シャンタクとか、ヘロクラッシャーとか。まあ、こちらもね、割と一般的に、ね、鉄板系のモンスターかなと思っているんですが、いや、非常にね、これもかなり強力ですよね。で、ここでびっくりしたのが、フェアリードラゴンがね、なんと入っておりました。マジって感じなんだけど、これはマジって感じですよね。ちょっとびっくりしてしまったんですが、こういった形で、なんと入っております。ただ、フェアリードラゴンはね、G ランクか F ランクだった記憶があるんですが、本当にね、かなり強力な、モンスターとなっておりますので、まあ、実はね、悪くはなかったりするんですよね、これ。そう。なので、まあ、正直どうなんだろうっていったところはあるものの、まあ、一つ参考程度受け取ってください。まあ、正直 F とか G で最強って感じがあまりしないからね。まあそこのところはちょっと難しいところかなと、個人的には、思いました。で、他にはですね、まあタンク系であれば、これ鉄板ですよね。メタルキングとか、ゴールデンスライムとか、これらもね、かなり鉄板かなと思っております。で、他にはね、まあ低ランクではあるけど、メタルスライムもね、相当強力なんですよね。そう。かなり強力ですので、まあ、ゴッドライダーもね、ヒーラーとしてはかなり強力なので、まあ、これらのモンスターをね、優先的にできるだけ配合していければ理想ではあるんですが、ただね、個人的な見解としてはゴッドライダーはね、めちゃくちゃ強い。で、あとアタッカーとしてはやっぱバラモス、リーズレット、キラーマジンガー、これがね、ちょっと御三家。で、竜王もね、強い。竜王とも強くて、で、これもね、ぜひ入れたいところですが、ただ対戦に向いてるモンスターと、で、ストーリー攻略に向いてるモンスターがおりまして、これ結構ね、難しいんですが、判断が。
で、あくまでまあこれね、参考程度に受け取っていただきたいわけなんですが、やはりですね、このゲーム、まあ良くも悪くもと、悪くもと言うべきなのか、ちょっと難しいところはあるものの、結局アタッカーゴリ押しでいけてしまうので、で、控えにヒーラーがいればね、全然ね、成り立ってしまうゲームではありますので、まあ個人的な見解としましては、結局ね、このゲーム、アタッカーがね、ストーリーにおいては有利。っていうか、アタッカーじゃないとかなり厳しいので、そういったところはね、一つ気にする必要性はあるのかなと思いました。だからまあ、バフとかデバフとか重要なんですが、まあ、言ってもあってもいいっちゃいいけど、結局アタッカー重視になってしまうかな。はい。まあ、そんな感じでございます。まあ、ぜひね、ここについての意見であったり、で、他にもこういったモンスターがとても強いとか、そういった意見などもございましたら、ぜひコメント欄で気軽に共有いただけると、非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんなイメージでしょうか。いやー、非常にね、だけど、難しいよな。パーティーってさ、結局なんかバランス感覚でいたところが、とてもね、強いウェイトを占めておりますから、なんか一概に言うことできないんですよね。これだとかあれだとか。そこがね、本当に難しい点だなと、個人的には思いましたね。まあそういったイメージでしょうか。まあそれなんだよな。あとまあ固有の能力とかもありますからね。ただ今のところはアタッカーとしてはリーズレットが最も強いと。X 以下であれば最も強い。まあ厳密には S ランク以下か。であれば最も強いと言われておりますので。まあこちらをね、まずは作っていきたいね。で、特に氷結のコツとか悪魔キラーとか氷結ブレイク台とか、これらも兼ね備えている強力なモンスターとなっていて、で、それこそ、氷結特技の最強アタッカーと、言われております。はい。で、一方でバラモスとかであれば、火のブレイク台とか火のコツとか、そういったものもあったりとかで、バラモスもね、ぜひ積極的に作っていきたい。そのような、モンスターとなっております。はい。一方で、ロイヤルブルームとかは、ね、光のコツとか、バズズは、風のコツとか、まあ、それぞれ、コツを持っておりますので、まあ、そちらもうまいこと組み合わせて、作っていくっていうイメージでしょうかね。まあ、それぞれね、本当に最強モンスターって言われておりますが、やっぱり特技がね、非常に優秀、固有能力とか、結局なんかそこに行き着いてしまうんでしょうね、最終的には。まあそんな感じで参考程度に受け取っていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。で、個人的にはね、序盤ストーリーとかでやっていくんであれば、以前も言った通りリーズレット、キラーマシンツ。これがね、非常に強力かつ簡単なんで、ぜひ作っておきましょう。一方で、エルギオスとか竜王とかいると思うんですが、これね、結構作るの大変なんですよ。まあ今作はね、昔と比べると相当ね、緩和されてるから、まあ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 、ありっちゃありなんだけど、結局なんか補助的なところが結構強くて、まあ混乱ブレ台とか、眠りブレ台とか、そういったものをね、扱ってくれるのが竜王とかヘルクラッシャーなんですが、まあある意味その、まあ戦闘有利に進めることはできるものの、まあ決定打はね、与えることができないし、やっぱアタッカー重視でね、個人的な見解としては良いんじゃないかなと、個人的には、考えております。まあ、あくまでこれもね、個人的な見解なんで、参考程度に受け取っていただければと思いますね。はい。いやー、けどそれにしてもね、非常に難しいところですよね。何をパーティーに入れるのか。ただ、フェアリードラゴンがね、入ってるのね、ちょっと違和感感じる方がいるかもしれませんが、これね、幻惑ブレイク台とか、休みブレイク台とか、で、あと最後の息吹もね、なんと使うことができるので、まあ、実はね、なんかめちゃくちゃ強かったりするんですよね。まあそのステータスとかはね、やっぱりそのどうしても他のモンスターに劣ってしまうので、まあ最強がどうか怪しいところではありますが、まあ正直ね、低ランクモンスターの中では、それこそね、最強クラスであることは、間違いは、ないかと思っております。まあこれもね、一部参考程度に受け取っていただきたいわけなんですが、まあ悪くはね、決して、ないのかなと、そのような印象でございますね。はい。まあそんな感じです。まあこれもね、参考程度にぜひ受け取っていただきたいわけですが、ただね、非常に難しいですよね、そこも。ね。まあまあそんな感じでございます。あとメタルスライムはね、結構序盤でゲットすることがこちらもできますけど、
ただ個人的には、配合素材としてハグレメタルにして、でハグレメタルからねメタルキングにした方が絶対良いので、まあ、一応メタルスライム入っておりますが、個人的には、メタルキングの方がいいと思いますよ。まあ三河市であったりロケットスタートメタルボディとか、そういったものをね持っているのがこのメタルスライムの特徴なんですが、ただまあ正直それだったらメタルキングでよくねみたいな感じで思ってしまうので、まあそれであればっていうところかな。まあこちらもねあくまで参考程度に受け取っていただきたいわけですが、まあねメタルスライムは一応入っているといった形でしょうかね。まあゴッドライダーはね本当に強力というか、これはね対人戦とかでも全然使えるし非常に強力だと思いますよ。1回から2回行動かつ秘めてる力と回復のコツをね持っていると。でこの回復のコツがねめっちゃ重要なんだよな、このゲームにおいて。だからまあ大会とかアリーナとか勝ち抜いていく上で相当重要だし、で対戦ストーリー問わずめっちゃ活躍してくれるので、で結局ヒーラー系ってさ、なんだろう、対戦においても相当重要なウェイト占めてくるので、まあ、できればね、まあ、ちょっと意識をして作っていく方が、個人的には、良いのかなと、思いました。はい、まあ、そんなイメージでございます。まあ、これもねあくまで参考程度に受け取っていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、そんなところで、一旦動画終わりましょうか。最後になりますが、ぜひチャンネル登録と、高評価、ポチッと押していただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。っていうかちょっと待ってね、配合しまくってるんだけどさ、これ結局なんかね、どんどんモンスターが生まれてってるわけだけどさ、これって配合って何回ぐらい見合わせにしたらいいんだろうね。なんか率直な疑問なんだけど、ごめん、ちょっと最強モンスターランキングと全然関係なくて、まあ、結構繰り返してやっていくことになるけどさ、結局なんかレベル10とか20とかの段階でやっていく方が一番コスパがいいんかね。結局なんかコスパの話になっちゃってるけどさ、結局なんかそこのところでどうなんだろうっていったところがちょっと気になったので、今回は、ちょっと話題として挙げさせていただきました。はい。まあ、そんなところで一旦動画終わりますね。お疲れ様でした。